こちら松永智美、こちら松永美影、性格も趣味もまるで正反対の双子の姉妹、世界で一番仲良しで世界で一番不思議な双子。なぜなら二人が心を合わせると超能力が生まれるのです。風の向こうに僕と行こうよ、君を守ってみせるよ。傷つくことを今頃ママたちディスコかカラオケで大騒ぎだろうね。年一回のお店の慰安旅行だもんね。でもさ、ママが遅いのは慣れてるけど、泊まりがけでいないとなるとちょっと心細いよね。ね、ちゃんと戸締まりした？しました。本当？本当にしたよね？しましたよ。心配なら見てくれば。もうなに今の音、鈴の音。ママ、帰ってきたのかな？まさか。下だ。パパの恋人？いや、何よパパ、いつローマから帰ったの？夕方成田に着いたんだよ。じゃあなんで連絡してくれなかったのよ。だからさ、突然現れてみんなを驚かせてやろうと思ってさ。驚いたわよ、まったく人騒がせなんだから。ごめん、行けると思ったんだけどな。おやすみ。あれ、何？
何あれ。いやおはよう。パパ何その格好。ん？ああこれか。ああ朝食作っといたぞ。え、あれパパが作ったの？ああローマでは一人暮らしだろ。だから炊事洗濯何でも得意なのさ。いや、洗濯機に溜まっていたからついでに洗っただけなんだけど。それが余計なんだってば。勝手なことしないでよね。パパのものと一緒に洗濯しないでよね。不潔なんだから。不潔？不潔か。全くやらしいんだから。え？何が？何でもない。だけどさ、そのともみのお父さんって楽しいな。どこが？だってさ、1年ぶりの日本にフランケンシュタインの変装して帰ってきたかと思えば、朝から料理洗濯なんかしちゃったりしてさ。だから問題なんじゃない。だから不潔なの。またそれかよ。わかんねえな、何が不潔なんだよ。そんなこと言えるわけないでしょ。とにかく最低なの。俺にもわかんねえ。ともみ、ちょっと待てよ。なあ、たった1週間なんだろ。ともみのお父さんの日本での休暇はさ、もっと優しくしてやれよ。そりゃ1年ぶりに帰ってきたんだから優しくしてあげたいけど。あっあ、うん、ありゃすんげえ美人。ちょっと、わあ素敵。これ本当にいただいてよろしいんですか？もちろんだよ。ローマ中探したんだ。嬉しい。いや、気に入ってくれてよかった。とってもよく似合うよ。そうですか。素敵だよ。へー、ともみのお父さん結構やるな。あれどう見ても普通の関係じゃねえよな。あ、これか。ともみが不潔って言ってもえー、何それ何それ。パパが若い女性とデート？どんな人？すっごく綺麗な人だった。ねえ、若いっていくつくらい？22、3かな。へえ。それでそれで、どんな雰囲気だった？どんなって？親密度よ。どう見たって普通の関係じゃないって。誰が？野田くん。あいつそんなこと言ったの？私もそう思った。パパって意外とモテるかもね。妙に母性本能くすぐるとこあるから。見かけは見てないからそんなこと平気で言えるのよ。ショックだったんだから。やっぱそれってパパの愛人かな。愛人？帰ってきた。私出ないからね。ただいま。なんだママか。なんだはないでしょ。はい、お土産。ママ、パパ帰ってるよ。パパが？いつ？昨日の夜。うーん、どこ行ったの？ん？どうしたの？会社？ね？ああ、多分。あっさ。じゃあ私疲れてるから先に休むわね。朝までカラオケに付き合わされてもうくったくた。それでお嬢さんの下着を洗濯しちゃったんですか？なあ。それはまずかったですね。だって年頃の女の子にしたらとっても恥ずかしいことですもの。そうだよね。ほら離れているからいつまで経っても子供って意識が抜けなくて、それについでに僕の下着も一緒に洗濯したもんだから不潔だって。私もね、母に言ったことがあるんですよ。
パパの下着と一緒に洗濯しないでって。確か中学1年の時でした。父はだいぶショックみたいでしたけど。なんだ、誰にもあることなんだ。そうか、いやなんだかほっとしたよ。ああすまんな、娘の話なんかしちゃって。いいえ。遅いなあパパ。帰ってきた。うん？なんだ、まだ起きてたのかい？ん？なんだ、まだ怒ってるのか？いや、本当に悪かったと思ってるんだ。ついうっかり。パパ？え？日本に何しに帰ってきたの？何しにって、休暇だと言っただろ？本当の目的は？え？まあ他にも、どうしても断りきれない頼まれ事があったんだが、それに。それに？うん。ママに、大事な話があってね。おい、どうした？寝るよ。ママに大事な話、もしかしたらあるかもね。離婚。よしっと。お、おはよう。行ってきます。ああ。ママ知ってんのかな、パパのこと。さあ、でも一年ぶりに帰ってきたっていうのに妙にそっけなかったよね。ずっとうまくいってなかったのかな。まあ無理ないよね。10年以上も離れ離れに暮らしてるんだもんね。ねえ、もし離婚したらどっちにつく？え？やめてよそんな話。もしもの話よ。ママにつけば今の生活とあまり変化がないけど、パパについたら愛人が母親になるわけよね。もういい。ともみ。え、ともみ。昨日はごめん、ほんの冗談のつもりで。ふん、ともみ。みかげ、なんとか言ってくれよ。ふん、ともみ、ともみ。ん、パパいないみたい。出かけたのかな。あれ、何かな。あ、パパからだ。急な話だけど、仕事のトラブルがあってローマに戻ることになった。え？仕事の打ち合わせや電話があるから、今夜は帝都ホテルに泊まる。それからつい出しそびれていたんだけど、ローマで買った二人のお土産も一緒に置いておくよ。ママ知ってるのかな。電話してみようか。あ、そうですか、どうも。ママ出かけたって。どこへ？帝都ホテル。いよいよかな。え、何が？パパ、大事な話をするためにママを呼んだんだわ、きっと。まさか。ともみ、どうする？ともみ、私たちも行ってみる？もしかしてあの人が愛人？
どういうこと？仕事だって言ってたのに愛心とホテルにいるなんて。知らないよ。じゃあすぐ戻りますから。ああ来た。ちょっと頼み、どこ行く気？ゲー、ともみ、パパ何してんの？一人で喫茶室にいるよ。ママを待ってんのかな。ちょっと待ってよ、パパは愛人としてなのよ。まさか愛人と対面させる気じゃないでしょうね。まさか。あなた、お待たせ。何ですか、お話って。紹介するよ、山科千夏くんだ。僕たちはこれから一緒に暮らすことになった。君にはすまないが、もう愛はなくなったんだ。そう。お幸せにね。やっぱりトモミじゃないか。何やってんだ。ああ、ママ。はい、ごめんね。待っちゃった。あら、トモミ。あら。紹介するよ。パパのローマ出張所と本社の窓口になっている秘書課の山科千夏くんだ。はじめまして。お二人のことはいつも松永所長から聞いてるんですよ。おいおい、そっから先は言うなよ。それからこちらが婚約者の菱川くん。うちの営業部で働いているんだ。菱川です、よろしく。婚約者？はい、私たち来年結婚することになって。パパが千夏さんからオナコード頼まれたのよ。じゃあ断りきれない頼まれ事ってこのことだったの？そうだよ。あの、そのネックレス。え？ああ、パパたちが婚約のお祝いにプレゼントしたのさ。デザインはママが選んだのよ。何が愛人よ。愛人って言ったのは見かけでしょ。普通の関係じゃないって言ったのはトモミじゃない。あ、ごめん。でもよかったね、私たちの勘違いで。うん。でもさ、そしたらママに大事な話って何なの？そう、本当は大事な話があったんだ。大事な話？一緒にパリで暮らしたいと思ってたんだ。え？パリ転勤の話があったんだ。君は前からパリでヘアデザイナーの勉強をしたがっていただろ。だがパ
ぱり息はなくなった。今度のトラブルは得意先が汚職スキャンダルに巻き込まれたからなんだ。しばらくローマから動けない。そう、でもその気持ちだけでも嬉しいわ。はい、これ。え？あ、このネクタイピン前から欲しかったんだ。おめでとう。お前たち。はい。ん？一日遅れだけど、お誕生日おめでとう。これ機内で読んで。はあ。ありがとう。せっかく帰ってきたのに何もしてあげられなくてごめんなさい。今度帰ってくる時までにはうーんと優しい娘たちに成長していますから。最近の二人の写真です。ちょっと大人っぽくなったでしょ。パパの可愛い娘たちより。始まっちゃうよ。急がなくちゃ。ああ、